いうでお菓子したか聞くけこんなにもさしすせソフトクリームゴーゾロップで汗が止まらないコミュ障脱却プログラムイン・ザ・サマー。のコミュ障である空と城のために私たちがコミュニケーションのお手本を見せていきます。今回は夏の学園祭ということで夏にぴったりのお題に挑戦していきます。まあ、ちょっとね秋めいてきたけど今日暑いしちょうどいいかと思います。はい、ん、さらにコミュニケーションの塊であるひよちゃんにも一緒に参加してもらいます。ちょちょちょ、なんか急にハードル上げるのやめてくれる。いやいや台本通りだよ。待って待って、私人見知りだよ。ほんと人見知りだよ。今ないけどこのペットボトルの裏の成分とかめっちゃ見てるんだけど確かにそういうとこあるかも。本当だよ。まあでもこれね DJCD のボリューム1以来の銀座様。そうなんだ。結構久しぶりな感じとなっております。なんかすごい松岡君落ち込んでるけど大丈夫？いやもうほんともうダメなんですよ。勝てないんですよこのコーナー。いやいや勝てなくはない。勝ち負けじゃない。そう勝ち負けじゃないし、どうやって乗り切るかっていうのが、ね、乗り切るか乗り切れたことがないんですよ。いやそんなことなかったよね。頑張ってたよね。うん、だからもうこれでねファイトを見せる時ですよ。わかりました、うん、やってみましょ う。じゃあまずお題をお願いします。ビーチで旅行に来ている女子2人組に遭遇しました。そんな2人と仲良くなる方法を教えてください。これあれなんですけど、人間的に考えてこれ絶対成功する人っていうのは多分こう声かけてきた人が、ああなんかちょっといいかもって思う人間にしかなびかないはずなんですよ。まあ松岡くんいいかもな感じじゃん。それをどう表現してくださるかによってもう決まるんですよ。もう確かに表現したい。でも声の第一声というかさ、そのなんだろう、心をぐっと掴む、うん、やっぱ第一印象だよね。そうだよね、大切なのは。しかもビーチだし、ビーチ、そうそうそう、ビーチっていうことはパンってみ、ね、こっちもなってるからパンパンってパン、うん、まあ、ちょっとやってみる。やってみる。でもこれもう女子2人組ってことはもう、ね、もう私、私たちがやるんでしょ。わかんないよ。でも松岡君が女子をやる可能性もあるからそういうのもあるから。超おかしい、おかしい。 いやここはでも男子代表でやってもらおうよ、ね、せっかくね、男なんだからね。時間あったらおまけでね、おまけで、うん、松岡くん女バージョン。まだあるからこれ、このコーナー1個じゃないから。そうそうそう、やるやろ。え、じゃあ松岡くん大丈夫？決まった？はい、じゃあ始めましょうか、はい、では行きます。かやなみ白ビキニ超いい感じじゃん。いいでしょ。どう似合う？ちょっと攻めすぎちゃったかな。いやでもいいよいいよ。ひよちゃん、何何それ、貝殻じゃん。え、もしかしてそれ昨日食べたホタテ？ホタテ、そう。あれよくわかったね、うん、旅館で。でもよかったホタテで、昨日ほらハマグリも食べたから。ハマグリじゃなくて本当に安心して。お前言うな。だって面積が狭いじゃん。そうよ、ハマグリなんてもう本当一部しか。ちょっとふざけんなよ。ふざけんなよ。やめ、怒んないで、怒んないね。松岡に八つ当たりしちゃった。ごめんごめん。誰誰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 天使ん誰。え、どうするどうする、キヨちゃん。ビーチバレーでもする？いいよ。でも私ちょっと気をつけないと、ビーチポロリもあるよってなっちゃう。そうね、うん、ポロリはちょっと、あの、今日ニコのまま入ってるからやめて。そうだよね。パンってなるよね。そうそうそう。パンよね。じゃあ行くよ、うん、そう。それはい、それお姉さん方。はい。あ、
今ビーチバレーされてて。あ、そうなんですよ。あ、僕も結構ビーチバレー好きで。本当ですか？よかったら仲間入りに入れてもらえないかなって。2対1とかでもいいですか？あ、全然大丈夫です。やる？やる？でも、あの人私の貝殻見てる。いや、あの大丈夫かな。大丈夫だよ。結構貝フェチじゃない？もしかして貝フェチ？大丈夫かな。でもその可能性はあるけど、とりあえずほら、とりあえず寄せも悪い人じゃなさそうだから。確かに。一回やってみる？うん、やってみる。じゃあお願いします。お願いします。あ、でもあのそちらのお姉さん、あの あまり激しく動かない方が。ねえ、やっぱりちょっと食らってるって。振りだもん今の。激しく動かないでってことは激しく動いてってことだもん絶対。押すなよ押すなよのスタイルだよ多分。そうかそうかもしれないね。でも、うん、大丈夫よ。そんな簡単に牛をきつく結んどく。そうね、すごい自意識過剰女。行こう、やるやろやろやろ。じゃあ私、ひよちゃんからじゃあお願いします。行くよ、それ。あ、えはい、あはい、えあえ、なになになに、どうしたんですか？白ビキニのお姉さん、いいアタックだ。え、アタック、アタック、ありがとうございます。え、私はなんかすごいすごい勢いでこっちばっかりに返してたけど、どうしたの？あ、貝殻のお姉さん。貝殻のお姉さん。あのちょっとあの魅力的すぎて、あのちょっとあの目に毒だ。目に毒。でもまあ毒って言われてるよね。まあいいか。じゃあもう一回、もう一回やろう。もう一回やろう。もう一回。大丈夫、足大丈夫、怪我してないですか？あ、全然大丈夫です。じゃあお願いします。あ、行きます。はいはい。なんか私に対して当たり強くない？なんかさっきまでこういう感じだった。なんかピッて、え、じゃあ行くよ。はい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 、プシ。なんか当たり強くない？そうだね、ちょっと当たり強いね。もう一回行くよ。はい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 。ちょっと向こうまで行き過ぎじゃない？どういうつもり？はい、ちょっと待って、待って、やめて、私のために争わないでー。何？結局何がしたかったの？いや、まあ、こちらとしての魂胆じゃない。まあ、こちらとしては、うん、まあ、やっぱこうビーチバレーをやられてるってことで、うんうん、あのこうなんかこう戯れたいなっていう。戯れたい。ええ、うん、え、貝殻フェチってわけではなかった。貝殻、いや多分引きますよ。リアルに考えて。ダメだったわ。いやでもオチがついてよかった。よかった。本当にありがとうって思ってる今。次行こう。次